こんにちは、小林佳穂です。昨日で、大会まであとちょうど3週間ということになりまして、昨日がカーボサイクル2サイクル2サイクル目のハイカーボデイでした。で、今日から、まだカーボサイクル続きます。で、ちょっと数字が変わりまして、今までローカーボの日は炭水化物 80g、 1日 80g で取ってたのを今日から 50g になりました。米で1日 50g を取るってなんか結構難しい。本当になんかもうビビたるあの米しか食べられないので、さつまいもでこのローカーボの間は取ってます。で、さつまいも 60g、 60g、 20g っていう形で取るっていう感じです。60g の中に炭水化物が 18.9g っていう感じなので、それで取っていこうと思ってます。で、ローカーボがまた3日続いて、4日目にハイカーボデイがやってくるんですが、なんと、前回までのカーボサイクルハイカーボデイは350の炭水化物だったんですけど、新しい数字が変わったカーボサイクルは 400g の炭水化物を1日で取ります。これ結構で、まあ、普通に減量期じゃなければあの炭水化物400なんて余裕でいくんですけど、脂質をある程度気にした状態で炭水化物だけを400取るっていうのが結構難しくて、まあこれも結局安定の玄米とさつまいもで取ります。あとオートミール、朝プロテイン、嫁にもろてプロテインマグケーキっていうあの YouTuber のチャピさん の, あのメニューがあるんですけど、それを真似させていただいてるので、それを朝からオートミール 80g 取ります。で、まあだいたい 53g ぐらいの炭水化物がそこで一気に取れるので、みたいな、オートミールと玄米とさつまいもで1日 400g の炭水化物を4日に1回取るっていう感じですね。はい、頑張っていこうと思います。で、今日はパーソナルの予約をしてます。で、そこが隣駅なので、まあ、隣駅って言っても結構ある、歩くと40分以上あるんですけど、まあ有酸素も兼ねて40分歩いて行って、トレーニングして40分歩いて帰ってこようと思います。ではトレーニング行ってきます。ただいま、トレーニング終わって帰ってきました。お腹すいた、ご飯食べようと思います。鶏の胸肉 100g に韓国海苔かけたやつと、安納芋をふかしたやつ 60g。 今日の炭水化物はこの安納芋 60g で終わりです。夜は鶏肉だけ、鶏肉 100g だけ食べて終了って形になります。カーボサイクル3サイクル目のローカーボデイ1日目の様子でした。今日は昨日たくさんカーボ摂取してるので、350のカーボ摂取してるので、めちゃめちゃでもないですけど元気です。今日は背中追い込んでもらいました。なんか8キロ痩せたんですけど、そしたらもうね、あの椅子に座ってるとお尻が痛いの、お尻の肉がかなりそげてきたみたいで、お尻が痛いんです。あと上体起こし、腹筋とかをなんかそのジムで仕事してる時に会員さんに、じゃあこういう腹筋やりましょうかって言って、仰向けになって腹筋床とかでマットの上とかでやると尾低骨がすごい痛いの、尾低骨のがすごいもうもろ肉がなくなってもろに床に当たるんです。そんな最近でございます。今回のお芋めっちゃ上手にできた。見てこのツヤツヤ、みずみずしい。うん、ほら、うん、おいしい。これは相当おいしそうに仕上がりました。いいね、つやつや。
こんにちは、おはようございます、こんばんは。今日辛すぎて撮るの忘れてた。もう何時、今もう9時回りました。もう朝6時前に起き、違うわ、6時ぐらいに起きて有酸素行って帰ってきてプロテイン飲んでご飯食べて、本日ローカーボデイ2日目。炭水化物1日 50g ローカーボデイ2日目で、前回のカーボサイクルの時から、前回のって言い方も変か、その1サイクル目2サイクル目のカーボサイクルの時からそうなんですけど、ハイカーボした翌日は体重そんなに増えてなかったり同じくらいだったりとかで、なんですけど、翌々日がだいたい体重がちょっと増えるんですよね。なんかむくんでる感がすごいあるんですけど、今回もローカーボ、あ、違うわ、ローカーボ開けてハイカーボ、2サイクル目のハイカーボの時に48キロで、でハイカーボして翌日も48キロで、おお変わってないと思って、これは順調に47キロ台突入するかもって思ってたら、ハイカーボして翌日もだからそう48で、昨日またからまたローカーボが始まって、今朝 48.5 キロになってて 500グラム も増えてて、でも朝結構顔むくんでたし、なんかむくんでる感がすごいあったんで、ちょっと原因がわかんないんで、今日これからしんさんのパーソナルがあるので、またちょっとそれも含めて話してみようと思います。今日やばい、マジしんどい、精神的にも体的にもなんか知らないけどすごいしんどくて、もう早く減量終わってほしいですっていうことしか今考えられない。そんなわけで今日も頑張っていきます。明日までローカーボだからなんとか頑張らなくっちゃ。明後日には今回は 400g の炭水化物取れるので、それを楽しみに頑張ろうと思います。しんさんのパーソナルから帰ってきました。ご覧の通りちょっとだけ元気になりました。今日は肩トレしてもらって、もう朝なんか体やばすぎて今日トレーニングなんかできないんじゃないかってすごい心配だったんですけど、まあやっぱり体っていうよりもメンタル面がちょっと落ちてたみたいで、なんせ朝体重が 500g 増えてたことで自分で思ってるよりも結構ショックを受けてたみたいで、でまあその話とかもしんさんにしたら、減量中は体重が減ったら喜んだらいいけど、そんな多少体重が増えたところで、まあ、単純に一昨日のハイカーボの日の分が翌日に来なかったっていうだけで、翌々日にたまたま来たっていうぐらいの感覚でいいよっていう風に言ってもらえて、でまあそれは体重が落ちるにね越したことはないけど、別に我々体重で見る競技ではないので、体はねちゃんとそれに見合ってきてるから大丈夫だよっていうことで、すごく安心できる言葉をいただいて本当にありがとうございます。本当にありがたいです。で、足、私の弱点っていうか課題だった四頭筋、前の足のもものところのカットも結構出てきて、だんだんその上半身の絞り具合に下も追いついてきたねっていう風に言ってもらえたので、ちょっと頑張れそうです。まあとはいえ今日はマジでちょっときつくて、本当はカーボ 50g なんですけど 53g ぐらい多分取っちゃったかなっていう感じ、取っちゃうかな。このあと帰ってきてお昼食べて、であとは夜鶏肉だけ食べて終わりって形なんですけど、もう朝の時点で1日のトータルカロリーとか摂取量っていうのを計算してて、でまあ合間合間にちょっとつまんだりとかしたので、トータル最後もう夜の鶏肉 100g を食べたら、まあちょっとカーボトータルで53から5ぐらい
は今日は取っちゃったかなっていう感じなんですけど、たかだか1日だけちょっと取りすぎちゃったからって言って太っちゃうとかそういうものではないので、明日までしっかりローカーボデーを頑張ってハイカーボしっかり食べて、また順調に体を変えていきたいと思います。数字にばっかりとらわれずしっかり体を変えていくことを考えたいと思います。今日はね、帰ってきてまた芋を炊いております。もう最近なんか毎日芋炊いてるんですけど、もうそれがもう芋の炊けた香り嗅ぐだけでもちょっとねテンション上がるので、芋炊いてまた明日明後日と頑張っていきたいと思います。今回の動画はここまでにしたいと思います。ローカーボデイ2日間の様子でした。もう日もないのでなるべく毎日の様子を一日一日で全然違うので、なんかコンディションがだから、その様子を記録していけたらいいなと思ってますので、またぜひもしご興味やお時間があれば見に来てください。ご視聴ありがとうございました。